こんにちは。ドラム講師の森谷亮太です。今回はダブルビートというビートにチャレンジをしていきたいと思います。ダブルビートというのは一体どういうものか一度やってみます。です。ダブルビートというのは、疾走感を出すために多く使われるようなビートとなります。これの体の動かし方を説明していきたいと思います。まずは右足とスネアドラムの回転のやり取りっていうのを、確認をしていきましょう。まずは、ダブルビートというのは、ワンツーワンツーワンツーというリズムがそのままずっと突き進んでいくような感じなので、ワン1の時にバスドラムが入って、この2の時にスネアが入るような感じですね。で、バスドラムの2発打ちというのが使われるんですが、体作りとしましては、この2発打ちはとりあえず行わずに、バスドラムとスネアを交互に叩くという体作りをまずはしていってみましょう。やってみます。やり取りとしましては、足が入ったら、スネアが上がって、手が入ったら足が上がるというやり取りを、やっていきます。で、1,2,3,4,1,2,3,4 を繰り返していく中で、このやりとりの足の感覚で、2発打ちにするような感じなので、体のリズム的には今の、このままの体の流れで足の感覚だけをちょっと使って2発打ちを作っていくような感じですね。これの、よく見られる、体がちょっとつられてしまうところとしては、2発打ちが入るところなんですけど、2発打ち終わってから手が上がってしまうというような現象がよく、見られます。で、これをやってしまうと、ここの最後が、少し崩れてしまうので、バスドラムの2発打ちの1発目の時に手が上がるような体が作れたら、リズムよくこう突き進んでいけると思います。といった感じです。それに、右手を合わせていってみましょう。手のやりとりとしましては、先ほど、ワン、ツー、ワン、ツーのこのリズムで進んでいくという話をさせてもらったんですけど、なんでしょう。これも テンポが上がってきたら、体の感、なんでしょう。ノリ、作り出すノリによってまた変わってくるんですが、1の時っていうのは、アップダウンのアップを使って、で、その時に体を下ろすようなやり取りを作ってしまうような感じです。そしてこの1の時にバスドラムが入った状態で、もちろんその、このワンツーワンツーの動きが逆になってもノリとしては、成立するので、
それとか、ワン、ツー、ワン、ツー、すべてを力強く。だとしても、まあ、ノリとしては、これでも全然かっこいいと思うので、まあ、体の出すノリによって、そこは変えていくような感じでも大丈夫だと思いますが、まあ、やりやすい、一番、まあ、最もやりやすいやり方でいくと、まあ、この、ワン、ツー、ワン、ツー。このやりとりというのが、一番体に馴染んでくると思うので、まずは、まあ、ここからスタートをしてもらえると、わかりやすいと思います。最後にもう一度やってみましょう。といった感じです。まずはまあバスドラムと、スネアの、一定のやり取りっていうのをまずは作ってしまった上で、右手を加えていってみてください。そんな感じで今日のレッスンは終わります。さよなら。